次の質問。じゃじゃじゃん。OK です。ありがとうございます。目を動かすと脳トレになると聞きましたが、どうなんでしょう。目を動かすと脳トレになる。目を動かすと脳トレになる。どうかな。目を動かすと脳トレになる。すごい。透けてきましたね、私。っていうぐらい、なんか私の頭の中にはその情報がありません。ただ、じゃあ、じゃんけんぽい、あっち向いてほいしましょう。じゃんけんぽい、あっち向いてほい。とかってやると、いろんな行動を同時に頭の中で処理しなきゃいけないじゃないですか。緊急事態宣言発令です。どなたかミュートが外れました。私がミュートにしちゃいます。ありがとうございます。そう。で、いろんな方向に頭を使わせるっていうのがとっても大切かなと思います。なので、じゃあ皆さん、じゃんけんぽいして、後出しじゃんけんしてわざと負けてください。で、俺があっち向いてほいってやった方と、反対側に首を。いきます。じゃんけんぽい。あっち向いてほい。そう。そうすると、目からの情報を頭でいろいろ処理しなきゃいけない。から、そうなると頭をたくさん使うかなっていう気がします。で、目をこうやって見るっていうこと自体が、脳トレになるかっていうと、意識をいろんな方向に向けて脳の活性化をさせるっていうことであれば言えるんじゃないかなと思うけど、ただ目をぐる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 やってるだけだと、多分不審者と間違われるので気をつけた方がいい。嘘です。今の発言は嘘です。でも目をただ動かしてるっていうだけ、意図的に何かの目的を使って動かすっていうことが脳トレになるんじゃないかなって気がします。例えば読書とかも目を動かしますよね。ピアノとか楽譜を見るとかも。でも全部目を動かしてるだけじゃなくて、それから何の情報で頭をどうクリエイトするかっていうところにあるかなと思うので、目を動かすこと自体が、脳トレというのは目を動かして何をするかが脳トレになるかなっていう気がします。回答になってるかな？OK です。